はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、副代理について解説させていただきます。で、副代理ってどんな制度かというと、本人 A が B に対して代理権を与えました。与えられた B は代理人ですね。で、代理人がさらに代理人を選任する。これが副代理なんです。で、選任されたもの、この人が副代理人ですね。今回副代理人 C としています。そして副代理人選任することで、どんなことが起きるかというと、まず副代理人は本人 A に代わって契約することができるんですね。 A から B に代理権が渡って、 B が C に代理権を与えているから、まあ、C は A に代わって契約することができるんですね。で、 B は C に対して代理権を与えているにもかかわらず、 B も A に代わって A の代理人として契約することができるんですね。つまり副代理人を選任したとしても、代理人および副代理人両方を契約することができるんだ、本人に代わって代理権を行使することができるんだっていうのが一つ目のポイントになってきます。で、二つ目が、代理人副代理人が契約した効果、これについては本人に帰属するんですね。代理人とか副代理人は契約に行ってますけれども、この人たちに契約の効果は帰属しません。 A に契約の効果は帰属します。これが二つ目のポイントです。で、この契約の効果が本人に帰属する、これどういう意味かっていうと、ちょっと解説すると長くなりますので、この辺はちょっとですね、個別指導で解説します。とりあえず覚えるべき点で言うと、代理人と副代理人両方が本人に代わって代理権を行使することができますよ、契約することができますよ。で、契約した効果っていうのは本人に帰属するんですよ。この2点をまず頭に入れましょう。で、その次ですね、代理っていうのは法定代理と副代理があるんですよ。で、ちょっと2つに分けて、どういった場合に選任できるのか、また代理人の責任、副代理人を選任して副代理人がちょっとヘマしちゃったよと、ミスしちゃったと、ミスして本人 A に損害が生じた場合、代理人 B はどんな責任を負うのか、この2点について解説していきます。まず法定代理からいきます。で、法定代理人ってどんな人かっていうと、例えば未成年者の親だったりとか、また、成年被後見人、精神障害が重い方ですね、精神障害が重い方の保護者である成年後見人とか、まあ、そういった方っていうのはいつでも副代理人を選任することができるんですね。未成年者と、親の関係です。親は副代理人をいつでも選任することができます。また、成年被後見人の保護者である成年後見人、成年後見人もいつでも選任すること、副代理人をいつでも選任することは可能です。そして副代理人が、まあ、契約をして、で、副代理人がミスをして本人に損害が生じたよと、そういった場合、この法定代理人はどんな責任を負うのかというと、原則は全責任を負います。原則は全責任を負います。ただ例外的にやむを得ない事由で選任した場合、まあ、例えば、親だったと仮定して、まあ、未成年者の親が、緊急でちょっと入院しなければいけない、で、この契約当日出席できないから、もうやむを得ずに、副代理人誰かを選任したよ、まあ、こういった場合っていうのは選任と監督上の責任のみ法定代理人は責任を負うんですね。だから全責任を負うんじゃなくて制限されてます。責任が制限されてます。この部分に限って、選任と監督上の責任に限って法定代理人は責任を負うんですよってことですね。まあ、これも一つポイントになってきます。で、この選任監督上の責任ってこれ何なのって話なんですけども、例えば反社会的勢力の人を、あえて選任してですね、で、その結果損害が生じちゃった、本人に損害が生じちゃったっていうのがあれば、まあ、これはね、選任についてこう責任がありますよね。また選任には、全然責任はなかったけれども、監督をしてなかったと、つまり、代理権与えたはいいけども、その内容全然伝えていないと、その結果副代理人契約して、損害が生じちゃった、だから何も聞いてないから分かんないけども、とりあえず、契約しました、その結果、損害生じちゃった、こういった場合もこれ監督上責任ありますので、だからそういった場合に限って責任を負いますよっていった内容です。じゃあ任意代理ってどんなものかっていうと、自分の意思に基づいて代理権を与えた場合なんですね。
例えば、あなたが、私に対して代理権を与えましたと。あなたが本人で、私が代理人ですね。この場合、あなたは私を信頼して私に代理権を与えているわけです。他の人は別に信頼してないから別に代理権を与えてないじゃないですか。まあ、このようにあなたの意思に基づいて代理権を与えた場合、これが任意代理ですね。で、法定代理は、未成年者の親とかね、成年被後見人の保護者である成年後見人みたいな感じで、これって法律でこの人は法定代理人って決まっているもんなんですよね。例えば未成年者が親に対して代理権を与えるとか、こんなんしないんですよ。法律でもう代理人って決まっている、法律で代理って定まっている、だから法定代理なんですね。で、今から解説するのは任意代理です。まあ、任意だから、まあ、誰に選任してもいいわけですよね。任意だから誰に代理権を与えてもいいと。まあ、今回はあなたが私に代理権を与えた場合を考えます。で、この場合私が副代理人、どういった場合に選任できるかっていうと、本人であるあなたの許諾を得た場合、もしくはやむを得ない事由がある場合、この場合は選任することができます。副代理人を選任することができます。まあ、やむを得ない事由っていうのは先ほども言った通り、私が、急遽入院しちゃったとか、まあ、そういったイメージですね。で、ここで副代理人が契約したはいいけれども、ちょっと契約ミスしちゃって、本人 A に損害が生じた場合、代理人である私はどんな責任を負うのかというと、これはですね、委任契約の債務不履行で処理します。私とあなたとのこの関係っていうのは、まあ、代理権を与えていただいたわけなんですけども、まあ、委任関係に基づくって考えるんですね。なので、この契約について私に債務不履行があるのであれば、私はあなたに対して責任を負わなきゃいけないですよ、っていった風な内容になっています。で、この点についてもちょっと解説すると長くなりますので、この点も個別指導で解説させていただければと思います。で、個別指導では先ほども言った通り、細かい内容ですね。今回で言ったら契約の効果は本人に帰属する。これどういったものなのか。また、委任契約の債務不履行。これどんな内容なのか。こういったところをきっちり理解するところまで解説しておりますので、もし理解できていないっていうのであれば、個別指導ご検討いただければと思います。また、勉強の仕方とか勉強時間の作り方など、ご相談ありましたら、いつでもお気軽に私に直接メールいただければと思います。メールアドレスについては、この動画の下の概要欄に私のメールアドレス記載しておきますので、直接私にメールいただければと思います。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。